関東鉄道機ハ0系機動車は、関東鉄道が1982年以降に運用している通勤型機動車である。国鉄機ハ20系機動車の機器を流用した車両で、国鉄の機動車の機器を流用した、機ハ310型と同様の手法で製造されたが、機ハ310型とは異なり、車歴上では申請として扱われている。本形式は、奇数番号と、 偶数番号の車両を固定式連結機で連結、運行開始当初から上層線で初めて二両固定編成として導入された。以降、完全新造車を含め新造の二両固定編成は、キハ2 3 0 0系2 3 0 9 2 3 1 0まで導入が続いている。本節では登場当時の使用を記述する。キハ0型は全長2万ミリメートルの 全金属製車体で、全幅は 2884mm である。キハ310と異なり、側面の雨どいについては、縦どいが車体に埋め込まれている。本形式は、奇数番号と偶数番号の車両を固定式連結機で連結した二両固定編成とし、上層線の車両としては初めて連結面に貫通ホロが設置された。関東鉄道では本形式を、 ユニット車両と故障している。正面は貫通扉付正面3枚窓であるが、全消灯を前面窓の下に配置し、正面貫通扉の上部にはキハ 900K 以来となる方向膜が装備された。側面には扉を3箇所に配置しており、3つとも両開き扉となっているが、扉の窓はキハ310よりも大型化された。車内の座席配置は、 ロングシートである。1982年7月に、上層線の南守山までの区間で複線化が完成した際に、キハ001、キハ002の2両が登場した。1983年12月にはキハ003からキハ006までの4両が増備された。さらに1984年12月にはキハ007、キハ008の2両が増備された。 1996年に冷房化され、エンジンがキハ2100型と同じ DMF13Hz に換装されている。2021年6月19.20日開催の、ありがとうキハ7.008号乗車会撮影会をもって、キハ7.008が定期運用から離脱。ありがとうございます。